どうも、ラモチンです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は無限地獄、ノンストップでクリアしていきます。行くパーティーがこれ、サファイニャン3体です。後衛にはダイヤニャン3体入れております。術つなぎパーティーだね。で、サファイニャンの装備が全員鬼神のバッジ。素早さを上げてます。もともと数珠つなぎで素早さがアホみたいに上がってる状態に、さらに鬼神のバッジで素早さを持ってます。まあ、多分、とんでもない攻撃回数になると思います。はい。さあ、どれぐらい楽勝でいけるのか行ってみますね。まずは、地獄オオサンショウから。ここはまあ運が絡むんだけども、まあそんなにかかることなく倒せるでしょう。すげえ攻撃させない、敵に全く攻撃をさせない。うわー、いやー、これになるとちょっと時間かかるんだよね。徐々にダメージっていうのは、徐々にダメージは時間かかるんだ。よし、オッケー、弱点見っけ。ここで一回やるか、お祓いをね。ここで一回お祓いをして、徐々にダメージを消しとこう。じゃないとちょっと時間かかるのよね、攻撃した後にグフってこう食らうんで時間かかっちゃうので。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。また真ん中行ってみようか。攻撃回数違うよ、全然。さあ、オッケー、正解。運がいいね。あ、やば、これは一回回復入れとかないといけないね。うん、ヒーラーがいないからね、ちょっと回復は必要になってきます。ヒーラーもいないし、吸血装備もそれには使えないので、いい感じ。いや、もう真ん中じゃないでしょう、こっちか。じゃあ、何回も言うけどこれね、当たりがなんか目の形とかで分かればいいんだけど分かんないんだよね。じゃあこっちだ。真ん中3連続はない。うん、OK。 真ん中だった、マジか。まあまあ最初だいぶ運悪い感じだけども、すごい、何回攻撃すんの。よし、これで倒しきれるね、変なことしなければ。はい、あと3発ぐらいか。よし、あと1発、 OK、楽勝。うん、まあ当たり外れがあるけども、ここは全然余裕でした。次行こうかね。では次はクロトン行きましょう。ここは余裕でしょ、クロトン余裕。すいません、ちゃんと弱点狙ってよ。よし、ミスらないように行こうね。オッケー、うん、これは弱点属性なんで超余裕で勝てるでしょう。早い早い早い、いいね。おー、ほうプラプラの本番もこれぐらい早く倒せればいいんだけどね。プラプラのクロトン地獄だもんね、あれ。はい、ああ取りたい、お金か。まあまあまあ、そんな必要でもないけどもいいんじゃないですか。クロトン余裕、むちゃくちゃ簡単。はい、行きましょう、次だ。はい、来ました、第8サンズマル。ここも余裕でしょう。あ、耐性があるか。耐性があるにしてもまあまあ
大丈夫じゃない？うん、減らしてはいけてるんで。そうかそうかそうか、こいつはやっぱ耐性があるか。氷属性はね大丈夫なんだけど、水はやっぱり似て非なるものか。あ、やばい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 、ああ逃しちゃった。まあいいか、いいや、いいですいいです、もうそのまま突っ込んじゃってください。うん、もう攻撃回数でね、もう圧倒していこう。敵をね釣り上げてきても、もうガン無視でサンズマルの方を攻撃しましょう。いけいけい。プロトンが楽勝な分ね、こっちがちょっとかかったか。まあこの属性はね仕方がない。まあ、耐性があったとしても攻撃回数これだから全然余裕なんだけどね。無視、ガン無視でいきます。いやー、耐性があるから時間が倍かかるね。はい、フィニッシュ。次はもう耐性なしなんで多分大丈夫でしょう。はい、行きますよ。次、月影入道。こいつは確か耐性ないよね。あ、大丈夫っぽい。いや、むしろ弱点。いいね。ガンガン攻めろ。通常攻撃しなくていいからね。あ、やば。まあまあ、守りダウンならいいか。デコピンで混乱するんだよね。いいぞいいぞ、すげえすげえ減らし方。敵が全く攻撃できてない、とんでもないな。おお、ようやく攻撃か。あ、一回回復しとこうか。あ、道中回復するのめんどくさいんで。いけいけ、すごい。これはすごい。これはひどい戦いだった。え、敵3回ぐらいしか攻撃してないでしょ。ひどいな。はい。じゃあ次も多分楽勝でしょう。はい。肝無し先生、行くぞ。問題は耐性。あ、何もなし。誰がどの耐性かって、ちょっといまいち、あれ、あ、危ない。オッケー、やったぜ。これはもうダウンしてる間に倒しきれるでしょう。間違いない。すげえ。よし、この取り付きで全ステアップさせるとさらに攻撃回数が増えるよね。うん、こいつは取り付きが結構重要かも。あ、待て、オッケー、早っ、めちゃくちゃ早い、とんでもなく早いぞ。はい、肝無し先生余裕です。次行くぞ。はい、国宝影マッサ、ここも余裕でしょう。行くぞ。 OK、 ちょっと狙っていけ。攻撃もしやされないとか。あ、いや、一回された。でももうされることはないでしょう。このままね狙っていければ。 OK、 全員取り付き完了。攻撃回数これでマックスだ。いいよ、回復しとくか、めんどくさいし。はい、真ん中のね、サファイアンだけちょっと HP が低いんだよね。360ぐらいなのよ。うん、こいつだけなんかちょっと HP と素早さが低く育っちゃったんだよな。全員性格同じでね育てていってるんだけど、やっぱ個体差がでかいよね。うん、全然弱いやつは育った後でも、もう弱いから
個体差って大事だな。はい、もう少しでおしまい。回復入れとこ、ね、HP 低いからこいつは。よいし、終わり。余裕すぎ。次行きましょう。これ本当にサファイアンすごいな。こっからがちょっときつくなるかな。ゲソヒゲル大臣、あー取り付き次第だね。取り付き次第で結構厳しい戦いになってくると思う。よし、あ、まあまあまあ、ダメージは仕方ないわな。ここはもう仕方ない。はいはい、いいんじゃない。一応回復も入れながらいくか。混乱しちゃった時がさ、ちょっときついんだろうね。はい、これで半分ぐらいまでは減らせるでしょ。半分減らして、で怒ってからだもんね、めんどくさいのは。頼むから、おお、いいよ、頼むから、あの混乱はやめてよ。おおおいおいおい、あ、今から怒ったのね。あと2ターンぐらいか。弱点露出して2回で終わりか。よし、おお、必殺試してる。キャンセル、ナイス。バカいいぞいいぞいいぞ。このまま押し込めるね。回復を、入れときましょう。あだったらば、ドンドロまで回復入れなくていいからね、楽だよ。よし、早い、倒すのが早い。やっぱり攻撃回数が段違いだね。素晴らしい。ドンドロ行きましょう。はい、ドンドロ来ましたね。問題は目の色。うん、まあ、もしもの時はもうダイヤニャンと交代しよう。頼むよ。赤か、目の色赤が当たり。赤で来てくれ、頼むからね。よし、赤、おっしゃ、これは早いと思う。これは早いでしょう。うん、取り付きされてももうそのまま押し込もう。よし、いや、むしろ取り付きされない？え？もう半分まで減らしたぞ。あ、いや、さすがに取り付きはするでしょう。うん、もう、こっちにこっちのが切れてきたし、さすがに攻撃するよね。してきたけども結構減らした。素晴らしい。素晴らしすぎる。じゃあ、いや、もうそんなん全然大丈夫だ。通常攻撃じゃないって。なんで通常攻撃任せるの。妖術で攻撃していって、うん、あ、いや、痛い。そっちのサバイにはちょっとやられそう。はい、いけ。どっち、あ、大丈夫、全然。あ、またか。回復がないからね、若干きついかもしれないけど、いけるっしょ全然混乱してる。よし、バカ野郎、妖術だ、妖術。死にそう。よし、あと2発か。はい、あと1回。ああ、若干残った。OK、いけた。いやー、サファイニャンは面白かった。このキャラクターでいくと面白かったですね。はい、ということで、今日は無限地獄周回やってみました。サファイニャン素晴らしい、超優秀で快適、最高だったね。
はい、ということでまた宝石にゃんでやっていくと思うのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。